半分だけ被せるってことね、コンセプトは。ゴムが4箇所ついてて、まあ、できれば濡らしたくないんですよね。はい、こんにちは、フラッシュです。今日はね、ちょっとご紹介したいものがありますのでご覧ください。いいかな。おちょ、はい、今日届いたのはこちらです。じゃん、これね。はい、これですね。これはね、ハーフカバーですね。バイクのハーフカバー。雨が急に降り出した時とか、私の場合はね、特にこの車、バイクにこうガチャ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 こういっぱいついてるでしょ。これ全部外して降りるの結構面倒なんですよね。カメラの機材とかこういうものとかこう外して降りるの面倒なので、まあできればこのままこう1時間ぐらいご飯を食べに行ったりとかいうことあるじゃないですか。そういう時に使いたいのがこのカバーということで、半分だけ被せるってことね、コンセプトは。ちょっとやってみます。レッツゴー。よいしょ。で、例えばこうやってヘルメットをつけた状態、ヘルメットをつけた状態でもう被せられるかなっていう、これだけ。で、ゴムが4箇所ついてて、これあんまり下行っちゃうとマフラー、熱いマフラーに触っちゃうといけないよね。もうちょっと小さくてもよかったかな。ではこういうところにトンといてやるか。飛び方はどうでもいいんだけど、ここもねちょっとだけかぶさってくれてればいいですよね。はい、まあ、こんな形ですね。こんな形でちょっとだけ、本当に少しだけね、こうやってかぶせてやるのにどうかなっていう。で、こんな風にサイドバッグにも一応かぶさるでしょ。で、ヘルメットももうここにこう入ってる状態。フルカバーじゃないから、まあ、下の方はこんな感じですよね。こんな感じで見えてるんだけど、これならさ、ちょっといたずらしてやろうかなっていうのも、めんどくさいでしょ。いたずらするのもいちいち。そんなことです。まあ、そういう抑止力もあるし、本当に急な雨、私の場合ガレージにいつもバイクを入れてるので、まあ、できれば濡らしたくないんですよね。はい、ということで濡らしたくない人にいいんじゃないかなというふうに思いました。オートホークスっていうのかな、ちょっと読めないんだけど、収納もまあそんなか難しくないですよね。ちょっと大きかったかな、 XL では。 L サイズでもちょうどいいかもしれない。 XL、L、M とあったので、まあ、L サイズなら十分だったかな。まあ、大場所を兼ねるのでいいと思いますけど、のもね、まあ、こんな感じで袋に、専用の袋があるので、はい、こんな感じですね。収納はこういう感じ、割と、まあ、コンパクトになるのでいいんじゃない。これならこう持ち運べると思いますよね。私はこのバッグにいつも入れとこうかな。はい、こんな感じですね。さすがに青空駐車で日常的に使うのはちょっと難しいかもしれませんけど、まあ、こんな風に出先でちょっとご飯食べる間、まあ、1時間かぶせておくとか、あとちょっと雨宿りするときにかぶせておくとか、あとキャンプに行ったときに夜露で濡れないようにカバーしておくとか、まあ、そういうこう臨時的なカバーにいいんじゃないかなと思いますね。3000円ぐらいのものですから、まあ、もしよろしければ概要欄から商品情報をご覧ください。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルではね、こういったバイクに関する商品とか用品とかツーリングの様子なんかもご紹介してますので、よろしければチャンネル登録とベルボタンをお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ようさん、さようなら、さようなら。